曹操は権業に孫権を破り、孫吾が有した江東一帯を平定した。また一方、清涼では韓宋の軍閥連合が内部の対立で瓦解。これで天下に曹操に対しうる勢力はなくなったかに見えた。だがあと一人、未だ天下をさまよう英雄が残っている。劉備、地を持たず戦にも長けず、しかし天下の人心を集める男。彼は呉の地を脱すると同族の劉璋を頼り西へと向かっていた。曹操は建業で軍を整えると、そのまま劉備追撃に向かう。時を同じくして巨匠には不穏な空気が流れ出す。誰からとなく曹操を逆進と喧伝する声が聞こえていた。果たして誰が何のために、姿なき敵意が巨匠を包む。留守を守る曹丕、新規、花崗豚、花崗園にも反逆の刃が迫る。私がたっぷり楽しませてあげますわ。何事です、曹操氏。覚悟。何をちまよった。葬儀を覆しても乱世が深まるばかり。それもわからんか。それでも葬儀の天下など認めるわけにはいかん。それを宋孟徳が不在の今言い立てる。呆れた少年。かすかもこの調子だ。裏で糸引くやつを切らねば収まらぬ。ただの留守居もつまらんと思っていたところ、この座標楽しませてもらう。後者を見つけ出せ。くだらぬ反乱など早々に片付けるぞ。父が留守だというだけでこの騒ぎだ。私も軽く見られたものだ。我が国を楽しませる機会だ。この騒ぎはすぐに消されてしまいました。風の責任を重ねきる朝敵め、くらってきますよ。この騒ぎを起こしたのはあなたです。このクラチ者、許しませんわよ。消えただと。ただの反乱ではなさそうだ。さらに磨き上げる。
ただの騒ぎではないか。道中を探す。まずは東から当たるぞ。幻影兵とは太った思考だ。所詮王術、術者を倒せ。これで終わりだ。誘おうとしているようだ。いいだろう。その思惑に乗ってやる。Amen.
姿を見せてしまったな。しかし感謝するぞ。この都はわしのものじゃ。私を差し置き帝王をいただくと。そんな帝王を救いし冥族の意向を取り戻す。私の虜になりなさい。ゲビタやからの幻影とはおぞましいもの。叩き潰すぞ。早急に跡形もなくだ。この俺を楽しませてみろ。お大切にするわ。
同志を倒し、騒ぎを終わらせるぞ。戻りましょう、我が君。